バーバラ・ワートハイム。タックマンはアメリカ合衆国出身の作家、歴史家。東欧系ユダヤ人出身。タックマンの父はアメリカユダヤ人委員会議長も務めたことのある銀行家、モーリス・ワートハイム。母はヘンリー・モーゲンソーの娘であるアルマ・モーゲンソー・ワートハイムで恵まれた知的環境で育った。1933年にマサチューセッツ州ケンブリッジにある。 ラドクリフカレッジにおいて学士号を受け、ジャーナリストとして働いた後、作家に転じた。1939年、ニューヨーク在住の医師、資産家であるレスター・アール・タックマンと結婚した。歴史家としてのタックマンは、中世から現代まで広範な歴史上のテーマを扱い、生き生きとした筆致によって、多くの読者を獲得した。特に、 サラエボ実験前後に進められたヨーロッパ各国の政府、軍部の行動の累積によって、誰もが望まなかった第一次世界大戦を生み出された過程を描いたザガンズ・オブ・オーガストは出世作で代表作。同書は、ジョニー・ F ・ケネディ大統領が1962年のキューバ危機に際してザウの書として参照検討したことでも有名。ザガンズ・オブ・オーガスト及びスティル・ウェル・アンド・ザ。 アメリカンエクスペリエンスインチャイナでピューリッツァ賞を2回受賞。エイディスタントミラーで全米図書賞を受賞している。1989年2月6日、脳卒中の際の合併症で死去。ありがとうございます。